朝一ブルックス所属の佐々木亮也です。今から大喜利選手権やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鬼王さんもいた。お前鬼王さんだよ。危ねえ。食べ物だ。おすすめです。この日一番うまいっす。はいよ。最初。いただきます。いただきます。いただきます。やべ。マイン。マイン。ごめん。やだ。これはいいよ。肉っていう。これはうまいよ。ご来店です。これが最高ね。アーモンジプシー。はい。これ2個ちょっと結局きついじゃない。きついね。うん。肉？ほら。肉やけ。結構脂っこい。肉はダメ。やっぱ。うまいっす。めっちゃうまい。ねえ。うん、もうだんだんまだ。うん。本でこなんす。いいっす。いいっす。本は玉だっけ。本は玉。うぅ、これはこれやばいだろ、これやばいだろ、これほら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 ほ4匹です。4匹かまします。これがまた相当うまい。はい、パクミサラ、ミサラ得です。これで4、シェアします。ちょっと甘いのしい。うまい。いや、幸せ。めっちゃ幸せ。うまいな。最高や。今腹は何分目ですか。腹まだ2です。1.5 やね、俺は。2いったね。すごい、すごい。寿司屋行くな。これはもう寿司屋行くな。55番ご来店です。ご来店です。頼めんくなるやんか。あんま頼みすぎて頼めんくなるよね。けどさ、50とか言うと結構食った方がきついですよ。いや、俺は行けるね。頼めるのがやったら、つぶがやって頼む。つぶがね、2、3。いかが入っておけば。あらっす。いか。あらっす。いつも力はどんぐらい。いつも俺20は食うだ。普通で。うん。あ、そやばいやろ。俺やろ。あ、ごめん、20は食うわ。結構これ。あ、いや、次。これすごいよ。エビ天国から食うちゃん。すいません。どうも。
シャリの量半分とは。あれはいかやろ。これはバレました。やばいよね。足分目今5ぐらいですね。うーん、もうまだ5ぐらいです。山本力也選手なんですけど、さっきから甘エビのことを生エビって言ってます。理解不能です。きついですよ。いや、俺は消えるね。いや、俺は消えるね。次まだいけるね。いや結構あれっすよ。来てます。来るもんよね。普通来るもんよね。とりあえず35セアしますカッパ怖え。カッパの恐怖や。カッパの恐怖。半分にいったね。食べる。あ、途中噛み合ったらですね、口の中にキュウリの香りが広がった時が終わりだ。もう無理や。頑張れちゃう。これが限界。あ、せやろ。せやろ。あと一個頑張れ。おい、無理無理。28です。今35です。23です。どうですか？どうですか？13倍。メロンフォード。大人のティラミス。最高。
沢です。大食いやってきました。次、ラーメンで替え玉20回を言いたいと思います。次の企画は翔太郎ダイエット企画をしたいと思います。よろしく。ありがとうございました。ありがとうございます。